い、というわけでポップヴィランズでございます。はい、どうもどうも。今からね動画を見ようと入ってきた、はい、あなたね、実はですねポップヴィランズからお知らせというかお願いというかお願いというかがございます。はい、実はですね、はい、我々日々頑張って活動してるんですけども、はい、人手が足りておりません。そうなんです。専門的な業務の中で、はい、その個人個人がね、うん、その細かいこともいろいろやってましてね、はい、ちょっと人手が足りないなということで、はい、なんと、はい、スタッフを募集いたします。はい、ということでですね、はい、動画編集だったり、まあ、はい、いろんなね、裏方の業務だったり、はい、まあ、業務内容に関しては、様々なんでございますけれどもね、もしね、この広告を見て、はい、興味を持っていただいた、いただけた方はね、概要欄に細かいことがたくさん書いておりますので、ぜひ、はい、一番必要なのは、はい、気持ちでございます。はい、気持ちです。ね、我々と一緒に面白い動画撮りたいぜっていう気持ちがある方は、はい、なんか、何ができる、何ができないは置いといて、うん、一旦、概要欄の募集要項を読んで、メールいただけると、大変嬉しいです。はい、はい、お待ちしておりますよ。ということで皆様の、ご応募お待ちしております。お待ちしております。はい、というわけで本日の企画をお楽しみください。どうぞ。ヴィランズ同士を戦わそう。で、どっちが勝つか。イメージでってこと？イメージで。頭の中で戦わせるってことね。そう。企画の説明を受け、一応僕がこんな感じの内容かなとまとめたものの説明をさせていただきます。ディズニーヴィラン、お気に入りのヴィランを2人選んで、このヴィランの方が強いんだぞというのをディベートで対決していくと。で、トーナメント戦で、まあ自分の A と B が、うん、まあ両端のトーナメントでお互いありますので、戦っていって最終的に論破ですよね、言っちゃうと、うん、で、こっちのヴィランの方が強いんだぞっていうのを説明しきって勝ったのを思う方が最終的に我々が独断と偏見で選ぶ最強ヴィランになるという、うん、で、判定は聞いている2名プラスゴーちゃんの、はい、要は票数が多く入った方が勝ちと。はい。なるほどね。そんな感じでトーナメントで進んでいくということでございまして、今回エントリーしたヴィランがですね、アースラ、マレフィセント、マグニフィコ王、クルエラ、マザー・ゴーテル、ドクター・ファシリエ、ジャファー、フック船長、ガスト、ハデス、スカー、フロロー・ハンジ、ハートの女王、イービルクイーン。おお、こんなラインナップに。なるほどね。もしかしたらここに入ってないヴィランもいるのかもしれないですけど、まあ、僕らが認識してないという時点で最強ではないという、うん、そうですね。で、力にここから1人2名選んでいきます、うん、はい、それにハブれた時点で最強ではないということです、うん、そうね。なるほど、はい、ということで自分の持ちヴィランを2名選んでいきたいと思いますけども、シンプルに早い者勝ちということで。はい、かー、悩むねー。もう俺決まってるよ。俺も決まってますね。最良しのヴィラン決めましょうか。オッケー。男気っすか。当たり前や。男気で。男気で。譲らしてくれ。男気じゃんけん、じゃんけん、ほら。やったー。うん、強いね。男気じゃんけん、じゃんけん、ほら。ダル。よかった、危ない。出ました。危ない。男気じゃんけん、じゃんけん、ほい。まあ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 第1位指名やけどね。はい、じゃあ第1位、はい、指名1位指名はマグニフィコ、こちらいただきます。おお、まあね、まあまあまあね、すごいキュッキュッした。すごかったね。マグニフィコこちら。ああ、いい、なるほどね。よかったよかった。俺は違う、違ったから。じゃあヒカル、はい、俺の第1位マレフィセントです。うわ、よかった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 。そうなの。タコヤン第1指名、
ごめんな、競馬行くわ。ジャパーです。おー、ジャパー。え、うん、理由はディベートで聞きましたよね、はい、じゃあ、兄ちゃん第一指名、うん、アースラでお願いします。あ、ね、まあまあまあ、そうね、そうね、うん、まあいいとこは乗られたよね、やっぱね、まあ、確かに、第二指名、こちら、また選んでいきたいと思います。はい、じゃんけん、じゃんけん、はい、じゃん、やったぜ、ね、またおっと、じゃんけん、じゃんけん、ボン、やったぜ、キラン、おい、じゃんけん、じゃんけん、おい、うーわ、よし、最初か、ハデスです。あ、なるほどね、なるほど、ハデスいかがですか。ハデスでいきます。私、フロロ、フロロ、フロロ、あいつはただの変態から。選ばんよ。ドクターパシリエ。あ、なるほどね、なるほどね、はい、これはスカーです。あー、俺も自分、やっぱ愛着あるんやな、みんな。私は、うん、クルエラで。お、あー、クルエラさん、なるほどね。マザーゴーテル、フック船長、ガストン、フロロハンジ、はい、イーグルクイーンはこの時点で脱落ということで、はい、すごいですね、これは、はい、これしかではない、これに選ばなかったということで、はい、ということで、トーナメント表を決めていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー、はい、ということで、はい、トーナメント表が決定いたしまして、はい、結果、トーナメント表はこんな感じになりました、はい、ドン、ドン。なるほど、はい、で左側のトーナメントのなんか悪そうなやつが、うん、それでは、はい、早速対決、はい、初めていきたいと思いますけども、第1試合、マクミヒコ王対スカー、はい、ということで、はい、ちょっと2分だっけ、まあ、2分ぐらい、うん、で勝ったと思った方に投票してもらうということで、はい、では最強ヴィラン、はい、決定戦第1試合、はい、マグニフィコ王対スカー、はい、スタート、はい、まず、はい、まずやで、ね、うん、俺らはハイエナもおるから、ハイエナが100企業でやで、ハイエナを潜めといて、まずハイエナに襲いに行かします。で、襲いに行ってとりあえずもう噛み壊す以上。いや、マグさん、もう魔法使いますからね、うん、もう見るようになってからね、うん、もうギューってなって、もう入るって、もう、オープンしちゃって、もうバナナスプラペンバーンですよ、さよならって、うん、もう魔法使いそうからね。でも、え、こうやってる、こうやって完全に脇が開いてますこの脇にスカーがカーッ開いて、かぶりついて、あーって魔法使いの時に、もう、ハリエレハリーがもう、ここの時噛んで、噛み殺しになります。で、出血者量で、死亡、はい、勝利、俺とマグネリコが、そこ、脇噛まれた時に耐えます。一回切るようじゃなくて、一回切るようにして、これ、ここで叩きます。バンって、一生懸命叩きます。で、叩いた時に、魔法かけます。まあ、ゲームみたいな。うん、出て。勝てねえ、これ。やべえよ。無理無理、そんなんで。俺の第一志望やばい。俺の第一志望やばい。気づいた、あんま俺、マグネフィコのこと知らない。あいつ何ができるんだよ、他に。あ、閉じ込める。な、誰を、何を、鏡かなんかに。閉じ込めても、またハイネハピ来るから、また新しく控えてるから、ずっとで、噛み殺すから、マジで勝てるやろ、ハイエナに勝てるみたいな。待て、全然無理じゃない、マグネフィコ、何できるやっべやべ、はい、何秒前、ネガイがないから、スカーは、そう、そう、ネガ合わせる、ネガ合わせる、ネガイがないから、はい、終了でーすスカー勝ったんじゃん。勝ったと思うヴィランの名前を呼んでください。はい、せーので、せーの、スカー、イエーイ。俺の第2、逆ね、意外と強かったわ、強かったな、スカー、第2、これ第2やで、これスカー、待って、これね、もっとキャラのこと知ってないと、いや、そうだね、あれ、マグニフィコファンに申し訳ない。よっしゃ、スカー勝ったマジで申し訳ない、それはライオンが勝つよ。オッケー、はい、ということで、第1世代が、はい、みーちゃんのアンスラー、みーちゃんのこれ一押し、一押し、一押し、一指名とヒカルの二指名、そうね、はい、はい、これに関しては多分ディベート力も、そうね、そうね、だからそこに関してはディベート、俺はもうディガテス強いよ、ディベートできんけんね、あとでもアースラーはもうキングやで、じゃあいきます、第二試合、はい、みーちゃん一指名、アースラー、はい、ヒカル二指名、ハデス、レディースタート、はい、じゃあまず、うん、ハデスですよ、はい、まずアースラ、はい、水のタコですよ、言うたらまあ、はい、タコですよ、はい、ハデスにじゃあブワーッ近寄ってきます、はい、たらファッて触れた瞬間にあいつ頭から炎で、あ、残念です、ハデスは炎なのでアースラは水でスーンって死んでます。なるほどね、じゃあ、
いいよ、もうどんどん攻撃して。アーサーが、じゃあ、魔法で、ハデスの門を、チックのミチンコみたいなのやって、溶け取ったらもう終わりです。はい、残念でした。ハデスは死神、不死身です。はい、ハデスは死ぬことはありません。はい、それともハデスは生き返ります。はい、はい、ぽいよ、ぽいよ、アーサー、はい、また何かしよう。今日、ハデスが何かしようとしたら、アーサーも水の中にいるから、することが何もできないので、さようなら。何されてもハデスはもう、負けはない。負けることはない、死なんで。だけどそれでアーサーもうええわってなる。もうこいつしないやん、もうええわ。いやでちょっと近づいてこようもんなら。めちゃくちゃ見てないやん。そしたらハレスも勝てないってことでしょ。いやでも結局諦めたら先ほど負けを認めましたね。アーサーあなた負け認めましたよね。だって俺勝てんけんもういいってなるわけやん。その前にもうアーサーはもう本能消しちゃうから、もう何もならないんだハレスは。魔法も使えなくなっちゃう。女の子が好きやからハレスは。しかもこれさ、アーサーは女の子なんだ。そうやろう、だけど近寄っていくわけよ。そしたらアーサー調子乗るわけや、うん、あ、なんかいいことしてくれるのかなって、うん、で近寄ったところに9番で10です。9番で10ぐらいで死にないから。今度は10で死んだけやろ。で怒ってなんかするやろ。はい、死にません。どうします。次アーサーは喋っても絶対に勝つんで、あの歯ですけど、でも取っておきはもう美を意識したわけやろ。ブッサーって言ったらブッサーって言ったらシュンってなってる。急にだあとさ、キャバクラの体勢泥試合やってた。泥試合やってた。勝ったと思うのは、はい、せーの、アースだおマジかよ。いやだってもう勝ちが見えへんかったもん、ハデスの。ずっとさ、そう、死にませんって言うからさ、口数は多かった。でも面白かったよ。いや、ということで、アースラ準決勝進出。まあまあ、アスラは強いわ。まあ、アスラはもう勝てん、うん、ただ火消されたらね。そうやね、だからもう水と火でもう負けてんねん。どうしようってなるから。Aブロックの1試合目いきましょうか。はいはい。これ、ヒカルの1指名、うん、おーレンステント対ティーフの2指名。2指名欲しいね。どうなんだろうね。ちょっと待って、マレンステントやろ。じゃあ行きます。最強ヴィラン決定戦 B ブロック、はい、1回戦ヒカル1指名、マレフィセントバーサス、ティーが2指名、ドクター・ワシリエ、スタート。はい、はい、どうする。どうぞ。ワシリエは、いや、どうぞ。マレフィセント、まず、こいつ呪いをかけることができます。何してるんですか。何してるんですか。ウィキペディア見てますよ。こいつまず呪いをかけることができます。あともう一個言っていい。キャバクラ。呪いをかけることができるんですよ。だからパシリエが何かしようとも結局呪いで一撃だったら潰せますよ。マレフィセントって、はい、ここが弱いんですよ。だって美しくありたい、美しくありたい、そこにパシリエ走りきますよ、ね、美しくないですよ。簡単、苦労することなくずっとお姉さん綺麗ですよね。もう話術で、なるほどね、まずもう話術で契約まで持ってって契約して、うん、カエルにしてドロンって終わってる。今そこまでって結局考えてるわけやろ、うん、はい、マレフィセント、ドン、人の心を読むことができます。つまりそこまでの経緯を全て読んだ上で近寄ってきて、こいつ近寄ってくるなと思ったところ、首根っこ引っかいて血を全部出した上で呪いをかけてくる。そんなにやる。そこまでやる。人の心を読む。人の心を読めます。人の心を読むということは、うん、ファシリエは心を読まれてることを読んでるってことでしょ。ファシリエも心読んでるから。ファシリエも心読むことができる。ファシリエだって魔術師、手品師ですか。そうなんや。そうそうそう、変身術を、変身術、そう、心を読ませない変身術を使って、うん、寂しい心につけ入って、うん、魔術をかけてカエルにしてドロッ。虫がドロッキングけた。心を読むっていうことに関しては、もうそこはドローだから、あとはもう魔術の世界。ああ、まあそういうことか。そうそうそう、心を読み合う戦いじゃ無理ってこと。そうそう、だってこっちはそれはもうお互い様だから。なるほど、ね、ってなったらあとは心で魔術が上手い方が勝つよ。なるほどね。で、あいつ魔術が上手かった記憶はないでも心をさ、おお、でもまだちょっとあれやな、難しいな。延長しよう。延長延長ね。じゃあね、いいよいいよ、いいよ、スタート。はい、だから心を読むことができますと。っていうことは心を読みにやっぱ来るわけやろ。そうやって近寄ってくるって言ってんやん。いや、むずっこれ。決めれる？いや、無理です。まだちょっと無理やんね。なんか、決め手を書くよね。もう一分だけ行こう。ラスト一分。もう一分。なんかまだ勝負出てやん。オッケーオッケー。勝負？オッケーオッケー。スタート。はい。
本気出したら、うん、俺秘密の仲間になるから。秘密の仲間になるで、まあ、ちょっとリスクは伴う。もし失敗したらリスクは伴うけど、親友、うん、みたいなやつだね、うん、力をもらって、うん、もう影とかでこういう風になってきた瞬間に危機を感じるわけや。マルフィセントは、はい、危機を感じました。その瞬間に敵とみなします。その時にマルフィセントの最終手段、はい、ドラゴンになります。当然ドラゴンになって、こいつあの、はい、こいつやばいねと思うわけやろ。でそのドラゴンで、はい、もう高身長と、はい、これコングですか、はい、はい、終わり。影たちに動きを止めさせて、うん、まあ、竜になっててもこうグーグーグーホールドみたいな。でも空も高く飛びます。俺そう高く飛んで俺って俺さら高く飛んで到底手の届かないところにいます、うん、はい、その位置から火入ったボールです。いやもう火がっくりになった、うん、もう火、影たちが、うん、はい、終了。強いやん、走りで。みんな走りで強ない、結構強いね。うわリゲ一つよりもシンプルにキャラだけ思い浮かべて自分の中で戦いました。意味ないやこれを戦いは。俺らの戦い意味ないやん。勝ったと思うヴィランの発表を皆さん、はい、お願いします。せーの、マルフィセント。お前勝った、よかった。もう負ける思ったわ。いやまあまあでもこれはもうマルフィセントのおかげ。まあそうやね。てことで T がもう敗退やん。うわあ、俺それで終わりやで。意外すぎんだ。確かに多分平和主義なのでB ブロック第2試合、はい、トレーラーバーサスジャオやります。はい、ポピュラーニュース。ポピュラー結成4周年記念初のワンマンライブツアー開催決定。7月6日土曜日名古屋ラブホール、7月20日土曜日横浜 MM ブロンテ、8月10日土曜日大阪ロックタウン。チケットは5月1日よりファンクラブ先行で販売開始。動画概要欄各 SNS を要チェックだ。はい、ということで B ブロック第2試合、みえちゃんの第2指名クレーラバーサス、たおやんの第1指名ジャマー、はい、レディーファイト。ジャマーのこの強いやん、杖、うん、でパコーンってさクレーラポーンいくやん、うん、でもクレーラはそんなの知りません。パーンってこうふらついた時にジャマーってサイミズかけるからさ、もうクレーラの犬にサイミズかけて、犬がサイミズかかってクレーラにもう101匹おるやん、クレーラにの首根っこ噛みちぎる。はい、じゃあ言わせてください。クレーラの101匹じゃないので、はい、クレーラは101匹ワンちゃん買えなかったんですよ。がいないです。え、おれへんの？クレーラは車乗って、まずそのジャファーにもう発狂しながら、うん、ジャファーの子引き込んで怖いです。それでもうさよなら、魔法使わないにもうガーンっつって、あのジャファーにあの車に引かれるほどあの酔わないで、あの俺でも車来たら避けるもん、だんだん目も含みしてでやってブーっていくから避けれないの、もうスピードがもうあの200キロぐらい超えてもうジャマーめがけてもうブーっていくからもう避けれないの。全然これ避けれる、それはそれは避けれるわ。来たところでも避けるやん、避けて催眠術かけるからチュンと。そしたらもう自分でサイズ使って自分でそのままこうやって使用。あの手下がいるからあのクレーラがちょっとシュッてなあってなっても、うん、あの手下がジャファーのことをもう殺しにかかる。そんな手下で死なんから、ジャファーは手下なんか死なんから、もうクレーラ死んでるやん。一緒来てるところでもポンポンポンで終わりよ。あ、いい、はい、いや、おもろかったな。受けれないからっていう大前提面白かったすごい。ま、悩ましいな。むずいな、でもクロエラ対ジャファー、勝ったと思う方に一票入れてください。せーの、ジャファー。いやジャファー強いね。ジャファー、ジャファー、よっしゃ。なんか言いたいことわかるけど、あの突っ込んで来た時に催眠術かけて死にに行くっていうのが一番面白かった。悔しいな。はい、ということで、はい、これで準決勝ベスト4が出そろいました。はい、なんとタボヤン1位指名も2位指名も残ってる。強いよ。タボヤン2位指名スカー、みーちゃん1位指名アースラ、また僕がスカーの1位指名マレフィセント、タボヤン2位指名ジャバ、はい、じゃあ A ブロックからいきますか。はい、なんと同じ
そうね。やば。ただ、みーちゃんの1位指名。そうやねんな、そうやねん。そうなんですよ。アースラ強いから。準決勝、はい、第1試合、みーちゃん1位指名、アースラ VS、カムヤ2位指名、スカー。レディーファイト。スカーは動物じゃないですか。うんうん、なんでアースラーがこう魔法で海にこう引きずり込んだらもうそこ死にますよ。海に引きずり込める魔法なんで、魔法使えるんで、なんで息できないじゃないで、うん、でもスカーはまあそんな分かってんねん、魔法をかけられることは。だからとりあえずあの海辺にハイエナを仕込ませてで、こうちょっと行くやん、ハイエナちょっとじわじわ行って、でも海におるやん、あいつ。そう、だから来れないの絶対。なるやろ、うん、絶対来れない。ハイヤーピューって生かすやん。そしたらどうしてもやっぱ来たらピュってくるやん。ちょっと来た瞬間にもヤッピーガーッて掴んで、で押さえつける。でハイヤーの力で押さえつけて陸まで上がらして、もう陸に上がってこっちもいいよ。いや、もう陸に上がってもこう海からこう海の網でブワーってこう100匹のあの100匹のハイヤー全部引きずり込んでさよならいや、そうなんですよ。そもそも陸で何できる？じゃ逆に陸にはあのアースラー人間になれるんで。ってことはもうタコじゃなくなっちゃうわけやろ。タコじゃない、そう、タコじゃない。あー、そんなんもうそしたらもうスカラのあれやで、エサやで。アースラーってテポポンって打ったらスッて死んじゃうそのまま。スカラやそんなテポン出れるわけないやん。人間になったアースラーをもうハイヤーが押さえつけてやろ。いや、だからもうそれからスカラは、あ、そうなるって考えたらまず海から出ないから。いや、もう海から出ない。海から出ない。魔法使ってもうライブさんだから死んじゃう。いや、聞いてる、つけへんやん。ピーンとかなっちゃう。死んじゃうから。なれへんから。なれへん。アースラの魔法あるもん。はい、終了。海強いわ。ごめんなさい。究極に泥仕合です。泥仕合すぎて、もう一回延長戦もらっていいですか。ちょっとむずいね。いや、そうやんな、ちょっとな。一分だけ延長お願いします。よーい、スタート。実はみんな泳げるから。泳げる、泳げる、泳げる。じゃあ、アースラさ、むむめっちゃでっかく巨大化できるわけよ。もうこんなだって、もうダオンってやったらパンってそのままもうモリチって下に行って終わり。さよなら。あのでっかい槍で、あのブーってやったの。でっかい槍って。クリトン、クリトン、クリトン。あれね。クリトンのあの矢をもうブーってやったら、もう何もできないでしびれてさよならもう今って感じです。あんなでかいのとライオンさんがワンワンやっても、ライオンさんはワンワン言えへんから。海から引きずり込む、あの、あげるから終了。海は勝てんて。海はということで、アメリカ大統領クリントンのやり手だ。クリントンね、非常に気になるね。あ、アメリカの国宝であろうクリントンのやりを出してきたら、ね、ということで、はい、じゃあ判定の方いきましょう。勝ったのはアースラ側ですか。はい、思う方に1票入れてください。せーの、アースラー。そうよねー、海には勝たれへん。みーちゃん第1指名アースラ決勝進出。しゃーかっこいい。そしてタコヤンにお知らせございます。はい、あと3連戦でございます。やばっ。そうよ、次は、あ、じゃあこうか。準決勝第2試合、バレリセント VS ジャバー。はいはいはい、なるほどね。ということで、なんとタコヤン3連戦でちょっと脳みそがね、確かに疲れているかもしれないです。頑張ってください。準決勝第2試合、ヒカル1位指名、バレリセント VS タコヤン1位指名か。あ、1位じゃん。1位指名なのか。レディーファイト。いいっすか。いい、もうごめん、あの、まあまあ1回戦目には出せへんかってんけど、ジャファ、もうついに出させていただきます。魔法のランプでジーニー召喚です。で、ジーニー召喚、ジーニーにマレフィセントを倒した時の再現をしたい。プリンスになって剣で刺します。そのシーンを作ってくださいって。なるほどね。でもそのジーニー呼んで真面目に変わるとするけど、その心はもうすでに読み切ってます。マレフィセント、もうなるほど、読めへんで。あ、読める。その前にランプを翼生やしてって、空高く持ってます。はい、いやいや、その前に、今そうなった後やねん、今俺話してます。で、そのついでにマレフィセントはなんと植物とかも全部動かすことができます。顔をつけて敵にすることができます。その中間にそこら中の自然すべてを敵に出して襲わせます。はい、どうしますか。そうやってると思えば、その隙にもう完全にジャファーはそのプリンスになって、剣で人差し、もうマレフィセントなし。はい、で、いや、そのプリンスこれがまだ誰となんていうの。
その上等に。いやもうなってるね。ランプここにあるじゃん。いやそうそうなってない。これ刺そうと思ったやろ。でも中身はジャファーなわけ。名曲。いや違うね。ジャファーの心はもう読み切っとるんですよ。マレフィセントは。だからそのその際一瞬刺そうと思った。読み切れるんやもん全部。かもしれへんけど、うん、でも読み切れるかもしれんけど、最終的にはごめん、事実として殺されてんの、プリンス。それまでジャファーから殺されたわけ。いやでもジャファーじゃないね、もうジーンのおかげで。いやいや。あの、1位指名すぎて同時やん。引き出しが多すぎた結果同時やんみたいな。俺はでも決まった。じゃあよし勝ったと思うヴィランに票を入れてください。せーの、ジャファー。うわぁマジでよっしゃー勝った。マジか。ジャファー強いから。ジャファーが強いんじゃないか。ジーニーそうそう、ジーニーがマレフィセントの説明が全体的に雑だった。だからここで惜しくもさあ敗退でございます。残念ですよ、俺のモチーフだが。ね、こちらの世界へようこそ。ただいま、またこの対決やん。いやーお前や。いやオッケー。じゃあ決勝戦。決勝行きましょうか。決勝戦。はい、来ましたね。じゃあここまでの激しい戦いを勝ち残ったチャレンジャー2名紹介いたしましょう。まずは A ブロックを勝ち上がったのは兄ちゃん1名、アースラでございます。さすがアースラ。 B ブロックを勝ち上がったのはタボヤン1名、ジャパーでございます。ジャパー、ジャパー。やはりどちらもね、1位指名が上がってくる。そうね、ファイナル決勝戦、ポップフェンスが勝手に決める最強ディズニーヴィランはアースだったのか、ジャファンなのか。決勝戦レディーファイト。はい、ジャファンね、今もさっきの試合で願い事一つは使ってしまってるからさ。そうだね。うん、だからでも召喚してるの、今まだ召喚してる、ね、ジーニーは、うん、で、そのジーニーを召喚してる時にまずあの鳥、赤い手で飛ばします。で、アーサーの方にちょっかいかけに行きます、はい、海の上からピューッていったん。で、そこの、そこに何、どうやって、で、ちょっとだけ位置来てるんで、ジャッファーがその隙に、あ、いいよ、眠ってるだけでもいい、ね、海に潜んでもいい。で、ジャッファーがジーニーに願いを言ってます。願いを言います、はい、アーサーはもともと美女でした。だから美女の姿に戻してあげてください。ね、そしたらアーサーはあのタコじゃなくて美女の姿に戻って。アーサーは別にあの格好じゃなくて普通に綺麗な女の人の格好にも行くようになりました。それを求めてんねん。私が別になれる、うん、アスラが欲しいのは声だから。そう、でも全て声も含めてもう最高の女性になっていて、そしたらもうアスラも、もう何のあれも魔力もない、もうなんか私幸せやったーで、もうリア充よ。その時にジャファーが後ろから穴ついてバッ。アースラって、あの、うん、グリントンじゃなくてポリトン の、 あの妹なわけよ、はい、だからこういろいろ復讐心があるから、うん、別に美人になりたいとか、うん、そういうのを求めてるわけじゃなくて、うん、ジャパーがそういうこと言われても別に私は別に陸に行く必要はありませんと、うん、別に海の中にいれるからジャパーは。でもあの姿でずっと降りたいわけじゃないよ。いやでもその前にちょっとこっちのもんなんですよ。だからそうね、まだ2個しか乗ってない。でもアースラって結構口うまいから、うん、願い事をうまーくアラジンみたいに叶えさせて、うん、でどんな願い、それはどんな願い、口うまくうまくそんなん戦ってるのにさ、その願いをどんな願い。あ、じゃあいいよ、もうそこはいいよ、じゃあもう海でもうまた最初手段って感じになって、ジャファがマジになってなったとて、あの槍でやっちゃえば、うん、もうやっちゃえばもう死にますよ。はい、死にました。あの槍でやっちゃえばね、雑すぎね、その攻撃。もう海からしか攻撃しないけどね。海を全部なくす。そしたらもう陸に上がることで何や。陸に上がったあの格好はもう無理や。人間になります。
そしたらこっちのもんや、もう後ろからのついてバーンって俺もなくなるやん、魔力はなくなるかもしれんけど、ただのボト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 ボいや、友達おれへんけどでもこっちは適当ちゃんといるから終了ですよオッケーオッケーオッケー、でもこれ俺か、ええ勝負だったと思うけどな最後人対人だよね人対人最後人対人乱闘乱闘にはもう最後人間と人間の対戦そうそうそう、対マン、いや対マンじゃない、3-1お前ごめん言っていい、うん、もう勝った方で切れるわオッケーオッケー答えはないんだったまあそうやないね見ましたはいはいお願いしますお願いしますまあそうやないきます決勝戦、はい、アースラ対ジャファー勝ったと思うのはせーのアースラー、イエース、やってやれジャファーも強いやんけスの状態で愛にまみれるどう考えてるそうねいろんなさ、付加価値あってさもう一回取り除いてどう考えてるのかまあね正直、あんまり二人のは意味なかったかもしれないジャンファーの戦略の方が面白かったけどねまあね、いい戦略やったやろそれだけさ、いろんなことできるなんて最初杖で殺してるまだあったよと思ってそうじゃん、ジャンファーに行くな水なくすの面白いなと思って確かにまあねそれは悩んだんだなそれはねそれ強いやんまあ強い強いでもそれはジーニーのねそうねそうねまあ言うたらジーニーが優勝でそうね第1回ポップヴィランズグランプリ最も強いディズニーヴィランはジーニーでしたヴィランズカウントでこれは冗談でアースラでしたまあそうねまあラインナップ見てもアースラが一番強いなんだろうねめっちゃ強い感じするうんハデス勝てるわけないやん1試合目でまあいやもんなどうやって勝つんだよハデスはいということで次から真面目にやろうあなたが思う私だったらこのヴィランですなぜならこうだからですコメントお待ちしてお願いします1台目ね一番強いと思うしねてかもうそういう意見を募集してからやったらもよかったああ確かに確かに手札としてあそれ欲しかったな皆さんもよかったらこんな感じでねディズニー好きのお友達とねディベートしてみてはいかがでしょうかということでまた次回の動画でお会いしましょうポップヴィランズでしたありがとうございましたバイ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 あそれよく頑張ったいやあんたでもいいよかー